はい、今回は、女流本因坊戦の予選から、中村すみれ初段対、佃明子五段の一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。中村、すみれ初段の黒番ですね。はい、早速ツケからね。白はね、外回りで打とうという作戦なんですね。まあ、ここ曲げたんですけど、一応こうやって打つのもありますね。こうやって、これは、どっちかな、まあこっちなんでしょうかね。で、まあ一応ここにね、やるような、手もね、あるんですね。まあちょっと僕はまだこんな形打ったことないんですけど、まあ一例としてね、こういうとこに曲がって、まあ AI の手ですよね。まあこういうような、打ち方も考えられます。こう曲がってからこうとかね、こうかけるような、進行も見たことあります。まあ僕はね、この形は黒がいいと思うんですけど、意外と白もね、外回りで打てるという、ことで、僕は打ったことないですね。実戦は、ここに曲げましたね。で、抱えたんですけど、ここに飛ぶような手もある、確か見たことありますね。で、白はここにかけて、まあ、なんかこういうような進行だった気がします。まあ、これもね、ちょっと怖いですけどね、白持ってたら。まあ、でもこういう打ち方もあるんですね。まあ、実戦は固く、取れまして、まあ、こういう飛びはなかなかね、いいところですよね。そうですね。まあ、あえて低く打ちましたね。まあ、こう、まあ、普通はこれですけどね。まあ、やっぱり迫力が違いますからね。僕は、まあ、こう打ちますけどね。ここは残るのはあるんですけど。ここでね、白はどうするかちょっとね、考えどころですけどね。まあ、実戦動きましたね。まあ、この手は予想になかった手ですけど、まあ、切れば普通かなって思ってたんですけどね。まあ、例えばこうやって、まあ、黒取るぐらい。結構減りますからね。これで別に白も、打てると思うんですけどね。ここは、結構また減りますからね。僕だったらこう打つかなと思ったんですけど、実戦をかけて、つけてね、実戦は出たんですけど、押さえたらね、まあこう戻ると思うんですけど、まあ、例えばこういうような進行になって、これも、これコスミつけると、まあ大体渡ってるっていうことでしょうかね。そうですね。まあこういうような形でさばく予定ですね。まあだからこれにはこうですね。この変化がどうだったのかね。これも一度抑えたい気もしたんですけど、実戦はこうやって渡らせましたね。ここまで、まあ、こう桂馬も素晴らしく大きいところですよね。まあ、こう、僕ならこう打ってそうですけどね。これでまあ、結構ここの地が大きいんで、まあまあ、かなっていう気がしますけどね。まあ実戦は、まあこれもあるんでしょうけどね。
まあ、ここも例えばこうやってね、こうやって収まる。まあ、これで100%まだ収まってないですけど、こうやって打つこともできたんですけど、実戦割り込んで、まあ、この定石はね、結構地が損な定石なので、ちょっと採用しづらいんですけどね。まあ、ここをね、打ったんですよね。ちょっと備える形が嫌だったんでしょうかね。なんかこういう手も 例えばこうやってやれば生きるんですけど、そうするとここが見え見えですよね。こう曲げから打つかもしれませんが、どうもちょっとさばきがね、ちょっといい手が見つからなくて、ちょっとひねり出したような手ですね、これはね。こうやってね、この2目の地は大きいですよね、ここを取り込めたのは。三々もね、ちょっと妥協することになりまして、この辺りは白がペースをつかんだような感じに見えますね。まあ、ここもね、まあ、かろうじてっていうことですよね。まあ、こうやると、まあ、ここで、まあ、のぞきがあるので、まあ、一応しのいでると、いうことですね。こういうコスミもね、大事な手で。まあ、今がタイミングですよね。ここは白は、負けても軽いところなのでコウに仕掛けましたね。ここもあれなんですね、攻め取りなんですね。ここ痛いところですね。そうですね。これはほとんどね、地がつかないような手ですから、こう取られてね、ちょっと差が広がったような感じでしょうかね。まあ、これで、まあ、最後まで打たれまして、結果は、白番の、佃さんの5目半勝ちということで、そうですね、見事ね、中村さんの、連勝をね、止めましたね。いやー、結構、強い内容でね、素晴らしかったですね。さすが、といった内容でした。じゃあ、こんなところで、この後は、終わりにしたいと思います。それでは、失礼いたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。